こんにちは浜田剛です浜田さん日本で2人目の世界チャンピオンになられたファイティング原田さんについてお話しください、えー、今はファイティング原田さんを知らない人も多いと思いますまあ私が現役の時には日本テレビの解説者として活躍されていましたまあ、私が現役引退した後は 原田さんと私と私で解説席に座っていました、えー。アナウンサーが両方に聞く場合にファイティング原田さん浜田剛さんと、まあ、フルネームで喋るようになったんですねなんでそうなったかというと試合中に臨場感を出そうとして大きな声で原田さん浜田さんというふうに聞く場合に 二人で間違えて同時に答えてしまうということがよくあったもんですから、えー、会議をしてフルネームで聞きましょうということになりました。まあそうするとですね、今度はアナウンサーの人も勘違いしてしまって、コールケンホールでの試合の時に、まあ前座試合だったんで、まだそんなに、えー、お客さんも 湧いてる状況じゃないときに、えー、私に質問するときに、ファイティング浜田さんということがあったんですね。そしたらその声が会場内に、えー、響いたわけですから。まあ、あ愛嬌で済ませるかと思ったんですけど、当時の30年前のボクシングファンっていうのは固いファンが多かったわけですから、随分アナウンサーの人が叱られていました。 まあそういったまあ硬い時代ではありました、えー、それで原田さんはどういった選手だったかというと16歳でデビューしたといいううふうに聞いてます当時、えー、日本のボクシング界は17歳じゃないとデビューできなかったわけですけど、まあ、60数年前の話ですね 年齢をごまかして17歳にしてデビューしたというふうに聞いています。それで、えー、ボクシングが相当人気ある時代でもありましたから、王子サンバガルスといって、ファイティング原田さん、海老原博之さん、そして天才ボクサーと言われた人3人でいたんですね。後に、ファイティング原田さん、海老原博之さんは世界チャンピオンになっています。それで新人時代に、 原田さんと天才ボクサーが試合することになったんですね。その時にその天才ボクサーはサウスポーで、まあ、練習嫌いだというふうに言われていたんですそれでも、バッタバッタ相手を倒してたということで原田さんとぶつかると。そしたら原田さんは、ボクシングは練習したものが勝つんだと。練習してない相手に、 負けたんでは練習している選手たちに申し訳ないということで、えー、絶対に負けるわけにいけないという,う状況で試合して、まあ、あ見事お、ノッカーとー勝ちしています。まあ、あそれで、原田さんが19歳になって、世界フライ級チャンピオン。当時は、階級は8階級だったわけですね。まあ、今は随分、 間に、えー、たくさん階級もできてそして1、えー、階級に4人チャンピオンがいるわけですけど当時は世界チャンピオンは、えー、まさに1人とその時に、えー、世界チャンピオンを合計すると8人だったわけですよね、えー、ですからどれだけ世界チャンピオンになるのが難しかったかが分かると思います。 それで、えー、原田さんが世界タイトルやった時のテレビの視聴率は60%を超えているわけですねまあ,あこの記録は未だに破られてないと思いますそれだけ、えー、みんながあファイティング原田さんに注目したということがわかると思いますそれでバンタム級、フェザー級という風に 上がるわけですけど、バンタム級を取って、フェザー級に上がると。まあ、あ段階を終えて上がるわけですけど、どれだけ原田さんがウェイトに体重がきつかったかというのがよくわかるというふうに思います。えー、当時、えー、ジムの水道の蛇口を針金で縛って水が出ないようにしたということぐらい、絶対に水を飲まないという でやったといいいううふうに聞いていま,すまあそれで、えー、フライバンタウン2回球成今度フェザー級に上がってオーストラリアで当時のチャンピオンに、えー、挑戦して3度ダウン取って、えー、結果は判定負けまあ,あ誰が見ても勝っていたというふうに言われた内容です。 当時はレフリー一人が採点していたみたいです。それでそのレフリーの採点も途中で書き換えていたということが判明したらしいです。まあ、それで納得いかないもんですですから今度は日本にその試合を持ってきて3回級目を狙ったわけですけど、残念ながら 取ることができなかったと。敵地に行って、勝った試合を負けにされて、日本に持ってきて、今度勝てなかったと。まあ、勝負っていうのは本当、わからない,い,いもんですね。まあ,あ、当時の原田さんの練習はどういった練習かというと、人が10キロ走れば,走れば自分は15キロ走ると、えー。人が2時間練習すれば自分は3時間練習すると。それで原田さんは、 自分はパンチはなかったと。でも、パンチある選手、うまい選手、なんで自分が勝つことができたかというのは、練習量。そして、上手い選手というのは、打ち終わりを狙ってくると。それだったら、打ち続けて、打ち終わりをなければいいということを考えたみたいですね。そうすると、うまい選手も、打ち終わりを狙ってるんだけど、打ち終わらないから、結果、 手が出ないまま押し切られてしまうという試合がよく、うん、ありました。あの、マイク・タイソンもですね、世界チャンピオンになるまでの練習過程で、ファイティング・ハルタさんの映像を何回も見て勉強、勉強したというふうに言われています。それで、えー、私が高校生の時に東北の ボクシング部の監督があいて、その監督もやっぱりボクシングに自信があって、プロボクサーを夢見て東京に出てきたみたいですね。それで、ジムを見学しに行って、その時に、ファイティング原田さんの練習を見て、自信をなくして、その日のうちに田舎に帰ったみたいです。普通は練習見て、よし、俺もというふうになるらしいですけど、 あの練習見たんでは、到底自分はプロでは通用しないと、チャンピオンにはなれないというふうに思ったみたいです。それだけの練習のやり方だったらしいです。まあ,あ、昔からのボクシングファンによく話を聞くんですけど、原田さんを超える選手はまだ出てこないというふうに、えー、言う人たちは随分います。 まあただ、日本のボクシング界にはいい選手がたくさんいますからいつかは原田さんに追いつく選手が出てくることを期待します。あありりががととううごござざいいまましした。た。